い、イマル。イマル、ヴァンガードのもてなしを快く思ってないそうだな。このみすぼらしいタワーにやたら愛想の良いゴーストと一緒に閉じ込められるのがもてなしだと。誰かさんの機嫌は相当悪いようだな。俺だってガの怪物の切り札にされたらたまらん。貧乏くじを引いたようだな。サバスンがヴァンガードの保管庫で干からびてる間、私はルーセント配布をずっと世話してきた。ちょっと見放された気がするってか。やめろ、私は命令を受けた。配布の成り損ないがしっかりと約束を守るよう確かめたまでだ。なるほど、そうだったのか。貴様らは自分たちが優位に立っていると思っている。だがサバスンには計画がある。それを成功させるために私はここにいるんだ。なるほどな。それと私は、待て、なぜ私に話を。みんなお前を避けてるからさ、なぜかは知らんがな。お前には理解できないだろう。お前らガーディアンどもはゴーストを親友扱いしてはしゃぎ回ってる。威厳もプロ意識も皆無だ。そうか、いつか俺のゴーストに合わせてやるよ。私が不在の中よくやってくれたの、今。そうか、それならなんで成り損ないの配布の元に置いていった。私の寛大さを見誤れば幽閉すると脅されたんだぞ。おまけに無礼者呼ばわりされた。奴に横柄な間抜けだと言ってやったら本で叩かれた。もてなしてくれる相手には礼儀正しく、我がルーセント配布の体面を保つ必要があるから。お前は誠意の印だ。我々の信頼を疑われるようなことは避けたいだろう。見事な腕前だ、ガーディアン。お前にとって殺しと盗みはもう第二の天性のようなものだろう。